学ブログ新たな挑戦、たった一人きり2泊3日無人島サバイバル生活、そして舞台はなんと人生初の地中海。ルールは簡単。その1、水、調味料、調理器具については使用可能。その2、その他の食材にあっては全て自給自足で生活をします。誰もいない無人島で学の運命はいかに。はい、2日目の夜なんですけど、ちょっと風がすごくて、今ちょっと海を軽く見に行ったら結構荒れてるんで、すっかり暗くなっちゃったんですけど、一回ちょっと待機で、風がもう少し止んで流れが収まるのを待とうと思います。で、結構寒くて、なんか急にね、寒くなって、今潜ったらちょっと危ない気がしたんで、一回待機です。はい、これからね、もう一回行ってみます、海に。でね、結構寒いんだよね。そう、普通に寒い。だから俺のウェットスーツで対抗できるかどうかっていう問題もあります。時間との勝負ですね。はい、入れてます。はい、今海到着したんだけど、これわかるかな。とりあえずね、もうめちゃくちゃ荒れてる。で、昨日まで来てなかったとこまで水が来てて、さすがにちょっとこれは危ないから。断念します。帰ってきました。ちょっと海に入ることは危ないって判断して入るのをやめました。めちゃくちゃね、悔しいですね。なんかせっかくこういう夢だった無人島生活をしかも海外でできるってなって、すげーワクワクしてた分、なんかめっちゃ悔しくて、夜中の2時なんですけど、もう夕方ぐらいから入れるかなって気持ちで何回もね、海見に行ったんだけど、今見に行ったらもう余計やばくなってて、いろいろ考えたんですけど、今回はねやめときました。はい、ですげえ思ったことは、諦めるにもめっちゃ勇気が必要だなと思って、この無人島生活を通して。好きなことならなおさら。そう、正直俺は一人だし、別に海に入ろうと思えば入れるし、誰にも相談することなく自分の判断で挑戦はできるんだけど、昔の俺だったら多分入ってたと思うんだけど、なんか今後の人生のこととか今後の旅のことを考えると、今回はなんか、あ、やめようって素直に思えて、また次につながる、またリベンジ、違う国でもいいし、違う場所でもいいし、違う海でもいいし、このね、悔しい気持ちをそこにぶつけようと思って、今回は拠点に戻ってきました。明日には帰るから、もう夜は来ないんだけど、今回の判断は海に入らないっていう判断にしました。